everyday moments are the important moments that connect us. キウナゴヤ。皆さんこんばんは。4月12日火曜日午後10時になりました。名古屋にあるダンサーズスタジオからキウナゴヤお送りいたします。王子ね、昨日とねその前よりちょっとねお腹壊しましてね、その間はねあのトイレが友達になってまして、ね、もうウォシュレットがね、欠かせなかったですね。滑り王子マスクマンでございます。はい、名古屋もびっくりするほど急に暑くなりまして、今日はドクターペッパーを一気飲みした味噌煮込みスキーと、今日名古屋最高気温28度だったんですね。本当に沖縄と変わらない気温になりました。これだけ暑いので、例の冷たいものをいただきました。ダンサーズでございます。アイスクリームか。お腹痛くならない。はい、こんな3人がお届けします。今週のテーマは我慢。今週のテーマは我慢です。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。また、インターネットラジオ配信サイト、マイチューナーラジオからも放送しています。マイチューナーラジオアプリ、またはマイチューナーラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。今日も、名古屋は栄養コーナーはお休みしてメールをどんどん紹介していきたいと思います。この番組は高級木材のご用名は名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、自動車整備士を絶賛募集中名古屋トリプルエイト、陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海共和、アートワークウェブサイト FMJG、 ウェブサイト制作システム開発は名古屋電脳職人村、キャンパスレコードで絶賛発売中福田康之フリージアの花、芋掘りイベントは八重瀬町ぐっちゃん芋生産組合、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたします。はい、メールご紹介したいと思います。はい、はい、お願いします。これはですねまだですね、先週の開運のテーマで来ています。はいはい、はい、あらお久しぶりでございますね。進撃のめいちゃんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。先週は本当にお世話になりました。これはあれかな、はい、ダンサーズとね、みそちゃんが沖縄に、はい、うん、行かれたことの、そうなんですね。先週の、そうです、そうです。はい、はい。今年始まって、リスナーさんとお会いした感じがしました。なんとお礼を言ったらいいか。本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございます。ありがとうございます。そして実は、大好きなお三人にご報告があり、メッセージいたします。はい。あら、学んでしょう。ちなみにテーマ、かゆい。今、蚊に刺されて手がかゆいです。そりゃそうだよね。かゆいよね。そして、剥がれるんだね、もうね。うん、そうだね。そして、ご報告があります。はい。実は、日々のストレスを悪化により、月1回家の精神科に通っています。あらま、大変。今日診断結果が渡され、ショックを受けていました。一度空を見上げました。診断結果は、軽いうつ病プラスパニック障害。うん、かなりショックでも、唖然としか言いようがありません。医者の先生はまだ軽い方だから治るから心配しないで、お仕事はストレスたまらないように頑張ってくださいと指示を受けました。なんか重たい話で申し訳ありません。ラジオは楽しいからもちろん聞き続けます。
ということでございます。うん、まあ、ストレスはね、いろんなところで、自分の気づかないうちにストレスっていうのがね、発生すると思いますので、まあ、王子もですね、こうやって皆様からね、ストレスないように思われがちですけども、うん、いっぱい本当はね、ストレスを抱えてます。あ、そうなんですか。はい。はい。うん。ただね、それをね、だましだましやると、うん、やっぱり体に異変がきますね。うん。っていうのはね、よくこう、ね、あと、白髪が逆に増えたなとかね。うん。で、そういうところで、ちょっとずつこうね、なんか出てくるんですよね。うん、ただ、こう、体が動かないとか、こう、変調を起こすというわけではないんですけども、だから、ね、ちょっとそういう、まあ、老化現象もあると思うんですけども、うん、俺、逆に最近、今までなかったところに白髪出てきたな、みたいなね、うん、そういうことがありますんで、うん、まあ、皆さんもね、ね、ストレスには本当にお気をつけくださいというしかございませんけども、うん、めいちゃんもね、まあ、リラックスした感じでね、日々の生活をね、送ってください。お大事にしてください。まあ、本当、そういうふうにストレス感じるとか、は、うん、まあ、今、コロナ禍になってからすごく増えてるのは事実ですね。うん、多くなりますよね。そうですね。やっぱり、ね、なかなか発散できる場所がないっていうのと、まあ、ね、やっぱり、でもとにかく好きなことをね、たくさんできるといいんですけどね、うん、なかなか難しいですよね。まあ、めいちゃん、ちょうど公開放送が増え始めまして、うんうんうん、これからどん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 計画されてますので、ね、またそういうのを言ったら、うんうんうん、気が紛れると思いますので。ね、きっとめいちゃんは、ね、リスナーさんと会ったりするの好きだと思うので、うんうん、はい、そうですね。うん、そうですよね。ね、今のみそちゃんの話でね、こう、ストレス発散する場所がね、やっぱりこういうコロナ禍でないってい う,、うん、いうお話でしたけども、やっぱり王子もね、一番の原因はね、ネオン街のこの綺麗なお姉様方を見ることができないって、それが多分一番の、あれだったか。おだまり、おだまり。あれ違う？これ、それがストレスかなと思って。はい、ありがとうございます。はい、はい、では、メールいきますね。はい、先週の、かゆいのテーマで、泉佐野の特急サザンさんからです。ありがとうございます。僕は子供の頃からアトピー性皮膚炎にかかっていて、未だに治っていません。なので、夏の暑さで汗をかいたり、冬の乾燥には皮膚が弱く、すごい痒みが出ます。痒くなると、この繰り返しでその部分から血を出して泣く循環でした。大人になって痒みが少なくなりましたが、あとピセヒフェンは感知していません。これから暑くなってくると汗をかいて痒みの出る嫌な時期になります。ということです。ああ、わかりましたね、うんうんうん。私も実は大人になってからちょっとアトピーが出てきて、本当に何でしょうね。痒いのって痛いのも辛いですけど、痒いのも辛いですよね。うん、あれやっぱりあれこう寝てる間にも知らないこう間にこう書いてるっていうことがあるんですかね。ねえ、ね、うん、寝てる間に書くとかもね、うん、まあ人によってはありますよね。うん、でも今あれじゃないですか、いい薬が出てね、飲み薬とか塗り薬なんかも、いや治療の仕方は本当人それぞれだし、病院によってもそれぞれなのでね。ね、まあ、だいぶね、いい薬も出てきましたけどね。うんうんうん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、続いてですね、銭形警部からです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。こちらもね、かゆいで来ています。沖縄では5月から6月にかけての梅雨時は一番嫌な時期ですね。なぜなら、梅雨時になると湿気が多く、ジメジメと蒸し暑くなるので、お風呂に入って、きれいさっぱりしても、体が痒くなったりするので、とっても嫌です。あまり放送では言いにくいことですが、ひどい時は、足が痒いと、これ水丸っていうのは、水虫のことかな。水丸？ああ、あえて隠してあるのね。水虫のせいで、梅雨時はなるべく早く終わり、カラッとした夏が来て、夏が来てほしいです。来月からは嫌な時期に入るな、ということでございます。はい、でもこれって、冬場でも靴履いてると蒸れますよね。そうして水虫とかってなる、治りづらいとかっていうのがあるんじゃないですかね。冬ってなるのかな、なんか全然わかんないけど。沖縄の場合は湿気がもともと多くて、冬でもあるので、その辺どうですか ね, ね, ねでも銭形警部ゾリだよね。いや、どうなんだろう。普段からゾリじゃないんじゃない。あ、まあお仕事中はね、そうかもしれませんね。うん、だからなるべく蒸れないように、
ね、王子もね、あの、はい、セッタ履いてますからね。セッタね。葛飾のちんさんが、今ウォーキングしていますが、ラジオを聞きながらのウォーキングはスルササになりますよって。ああ、そうですね。うん、あ、うん、埼玉の郷さんが、キユ名古屋の公開放送はって。公開？公開放送？いや、公開してもいいんだけど、ね。でも今、埼玉の郷さん、王子の公開処刑ってありますけど、ね。王子の公開処刑、ほんとだ。処刑でもいろんな方からのそういうクレームを受けるというはあそういうことかな。先週はあれでしたね、あの、はい、おまけのコーナーで、うんうん、ね、反省会でした、ね、反省会でしたね。あ、そうだったの、うん、あ、もうほら本人忘れてるからいいよね、はい、いや、よくない全然。なんかいろいろこうね、あのトークの全然反省してないじゃん、広がったっていうような感じでね、うん、じゃちゃんと覚えてますよ、あの何を話したかはね、ゲストの方とね。ただこのお二方と、うん、大事なスポンサーさんの、うんうん、なんか結局あらぬ方向に向かっちゃったよ。え、あらぬ方向？そうだよ。え、あの、そうなの？マッチングアプリで終わっちゃってる。そうだよ。それもね、まあ王子のためにっていうね、それをオファーかけたんですけども。おだまり、ね。ただその後のね、あのお二人のお話はね、何喋ったか全然覚えてないんだけどね。ああ、もうこんなんだから全然毎週あれなんだよ、反省がね、生かされないんだよね。はい、はい、ということで、じゃあかゆいのテーマで続きますよ。はい。お三方さん、こんばんは。こんばんは。フルムーン新一です。ありがとうございます。ありがとうございます。年を取るにつれて、年を取るに従って、かゆみに鈍感になっている気がします。それでも非常にかゆいときは、かゆみ止めの薬を塗ると、すごくスッキリします。皆さんはいかがでしょうか？うん。うん。あ、以上です。うん。うん、かゆみ止め。かゆみ止め。あの、スッとする、なんか、なんていうの、かゆみ止めが効かない虫がいるよね。うんうん、あ、そう。うん。蚊じゃない虫に噛まれた時。今も多分ね、皆さんやられてると思うんですけど、うん、蚊に刺された後ね、爪で十字をこうやってグッとやることはないですか？あれは、それやると余計ね、ひどくなっちゃうじゃないですか。なんかね、あれ好きなんですよね、やるのが。子供かい。なんか好きなんですよ。でもやっぱりね、ちょっとひどいなと思うときは、こう、塗り薬使いますね。うん。うん、ね、はい。あ、かっちゃんさんがね、はい、テーマ我慢。やっぱり深夜のポテチとコーラ我慢してますって。あ、それ大事ですよ。このね、一番あれですね、なんていうの、体脂肪に悪いっていう、ねね。真っ白いキャンディーさんがほら、はい、無自覚って言ってるじゃん。ほら、自覚なし。自覚ないんですよ。ね、埼玉の郷さん、王子、山内局長に反省文10枚提出してください。あら、まあ、なかなかね、あのね、字書くことがね、うん、得意じゃないですのでね、うん、困りましたね。いや、でもね、山内局長とのあのトークで、局長のドン引き方が、クリスマスの特番の時ですよね。はい、あれ、なんか局長なんか嬉しくなっちゃったみたいで。いえ、ドン引きしてたんですよ。え、そうなの？ええ、凍りついてたんですよ。あら、そう。はい、あれ、全然これまた自覚ない。もう全然自覚ないでしょ。なんかね、喜んでいただけてね、文字よかったと。アーカイブちゃんと聞いた方がいいよ。うん、聞いた方がいいと思いますよ。でも何度聞いても王子にはそういうふうにしかね、受け止められないんだけど、ね。聞かないんだ。そうなんですか。あら、今日も冷えるわね。もう暑くなってるんだから。今その効果音出しましたね。はい。はい。じゃあ続いてですね。はい。あ、まだ大丈夫かな？うん、大丈夫。大丈夫ですか？はい。大丈夫よ。はい。じゃあ続いてですね。はい。これはですね、うん、これはですね、ちょっと待ってよ。うん。これはどちらのメールのテーマが来てるのかな？あ、はい。あ、今週のテーマですね。今週のテーマですね。はい、我慢できてますね。はい。お願いします。敗退名古屋チームの皆さん、はい、こんばんは。我慢のしすぎは良くないな。アレックスです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。私はよく、蚊に噛まれたら、書くのを我慢します。あら。しかし、何かストレスを感じたら、うん、無意識に書いていますね。例えば、うん、ホークスがチャンスでワンアウト1、2塁にランナーがいて、バッターがサードゴロでゲッツーを取られてしまったら書いています。ああ、チャンスなのにね。そろそろ蚊の季節ですね。私はもう蚊に噛まれています。ということでございます。はい、あのね、そういうことよく、今野球シーズンですからね、うん、点が入るかなと思うときに、
ね、アウトになっちゃうとね、うん、ちょっとこう悲しい雰囲気になりますけどね、うん、かゆくなるっていうのはどういうあれなんですかね。その、アドレナリンが出過ぎちゃってるのかな。ああ、なるほど、なるほど。ね、ましてや中村明が打っちゃったらね、うん、サードゴロだったらもっとね、うん、全身出ちゃうよね、かゆみが。そうじゃないかな、アレックスさん。うん、そうなんだ。ね、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、では行きますね。はい。キユ名古屋の皆さん、こんばんにゃ。こんばんにゃ。こんばんにゃ。読谷村の古むいかりです。ありがとうございます。ありがとうございます。今週のテーマ、我慢。私の仕事、年度末、2月から3月、そして年度始めの4月いっぱいまで、この約3ヶ月間が超我慢の時期です。約3ヶ月間続くこの我慢は、いい加減嫌なので、今からすでに1年先を見通して、これから1年かけて準備をしながら日常業務もこなしていきたいと思っています。キユ名古屋の皆様、リスナーの皆様、日々のお勤め、大変お疲れ様です。健康に留意し頑張りましょうってことです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。年度末、うんうん、年度始めが、とても忙しいですね。まあまあそうですね。はい、皆さんいろんな企業の方そうですもんね。はい。はい、ということで、はい。はい、CM の後は引き続きメールを紹介いたします。キユ名古屋。建設内装材のことなら名古屋の中川名木、奈良、桜、花梨など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 名古屋市厚田区にあるトリプルエイトではフォークリフトの整備・塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ052-653-0071、 052-653-0071 までお電話を。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭と薫品、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユーレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。私ども東海共和の国内物流部は、名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817、 東海共和まで。 FMJG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクターアンドオブジェクトの実験的ミュージアム。ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。名古屋にある電脳職人村はインターネット一筋22年。サイト制作、システム開発などニーズに合わせて提供します。最高の品質、最高のノウハウ、最高の感動をお客様に。お問い合わせは電話 052-232-8333、 または電脳職人村で検索。ただ一つ叶うなら、お母さんに会いたい。その思いが僕の心を動かし歌にしました。福田康之、プリージアの花、キャンパスレコードにて絶賛発売中。ねえねえ、学校のイベントは決まったの？まだなら八重瀬町の畑で芋掘り体験はどう？一人500円で約2キロの芋を持って帰るって。予約は 098-998-4010。 ぐしちゃいも生産組合、あさとに電話したらいいさ。はい、メールご紹介したいと思います。はい、はい、お願いします。これはまたまた、まあ、王子をいじっちゃって、やだやだ。何あのね。はい。埼玉のゴーです。ゴーです。キャプテン。あのね、
はい、いきますよ、はい、マスク卵さん、うん、あのね、うん、マスク卵というのは、うん、卵がマスクしてるっていうこと、そういう意味なのかな、マスク卵さん。どんどん王子の呼ばれ方が変化系になってますね。ねえ、マスク卵さん、ダンサーズさん、みそみこみすきーさん、はい、リスナーの皆さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。はい、テーマ、我慢。コロナで我慢していた沖縄帰省、3月末の連休に我慢できなくて、一人で行ってしまいました。ちょっと待って待って待って。あれあれ肝心な、肝心な、奥様はどうしちゃったんだろう、うん、ワイフは、うん、ワイフはどうだった、ゴールデンウィークは、うん、ゴールデンウィークはちゃんと家族で、5泊6日で帰省したいと思っています、うん、ということでございます。あら、まあ、我慢できずに一人で行っちゃったな、うん、このあのね、王子この表現好きだな、うん、うん、あのうん、この表現好きだなって、この表現、うん、我慢できなくて一人で行っちゃったっていうの、ああ、そこのくらいね、うん、これ大好きだな、うん、お引き取りください、うん、さすがありがとうございます、ありがとうございます。では、はい、いきますね、ちむどんどんが放送開始になりウキウキしているダンサーズさん、はい、みそみさん、滑りすぎてチムがどんどん強くなっている王子さん、こんばんは。こんばんは。ま、怪我。そうかな、うん、そうみたい、うん。もう心臓が強いってことね。はい。はい。怪我、どんどん減ってる、死なばもろともです。あ、そうなんですか。え、うん、そうなの、大変。うん、あら、さて、もみみたいにならない。さて、テーマ、我慢ですが、はい、よく電話で話す友達がいまして、つい長電話になるのですが、決まってこの友達が、あのさ、トイレ行きたいねんけどって言ってくるんですね。うん。確かに長電話してるし、うん、行ったらええやん、切ろうかって言うと、いや、昼からずっと我慢してるのよって言うではありませんか。昼から、うん、うわ、早行けよと言うくだりになるんですが、実はこのくだり、この友達はほぼ毎回でして、しかもほぼ毎回本当に我慢してるみたいで、一体何のための我慢なんと不思議で仕方がありません、うん、お三方さんはおトイレは我慢しますかって。だって我慢したら漏れちゃうもん、漏れちゃうもんって、うん、ね、だから先週で、先週で、うん、昨日その前とかね、うん、我慢したら大変なことになっちゃいますもの、ね、でもね、トイレ行きたくても行けないシチュエーションってあるんですよ、あるんですよ、うん、あのやっぱり車乗っててですね、まあ、ちょっと用を足すようなところがない場合はね、かなり我慢しますよね。あのね、うん、もう、私も車運転してるから分かるんですけど、うん、最悪なのが、高速道路の渋滞。うわぁ、これがもう最悪なんですよ。あれはたまらないですね。そうだよね。だからよくさ、やっぱりね、どうしてもっていうよりか、ペットボトルでとかね、現実に、やった方は知らないですよ。うん、けども、やっぱりそういうものをね、まあ、携帯用のこうね、トイレを車はなんかそういう携帯用のを持ってた方がいいかもしれないですね、うん、渋滞っていうのはね、うん、でもまさかね、そういうふうになるというふうにね、あまり考えないですので、ただ一番ね、早いのはね、結構皆さんね、ペットボトルはね、うん、まあ、運転しながら飲んだりとかね、うんうん、しますので、空き缶っていうのは、空きペットボトルがあるじゃないですか、うん、だから本当にそれもね、恥ずかしいことですけどね、一つの手なのかなってね、うん、考えちゃいますね。あ、うん、今ですね、ツイキャスで、葛飾の陳さん、実はこの3人の誰かが我慢してたりして、我慢してますよ。何を？何を？いやー、だって、ねえ、この隣の人が、いつもあんなトークじゃないですか。うん、いつもあんなトーク？あんなトーク。あんなトーク。あんなトーク？こんなトーク？そう。で、まぁ、ちょっとですね、あ、うん、これ、うん、いいですかね、ちょっとお知らせです。はい。はい、お知らせ？おやおや。6月に、滑りナイトやります。やったー！相手の方は女性になります。うん。ここまでしか言いません。滑りナイト、また悪夢の番、素晴らしい番組になると思いますね。コーナーが。はい。もう滑りナイトはですね、はい、まあ、王子がやるたびにね、グレードアップしてですね、はい、素晴らしい、ラジオ番組になると思いますのでね、皆さんお聞きください。
葛飾の陳さんが公開処刑ナイトって書いてある。6月に予定しますので、ぜひ、また、詳細はまた追って。いいよ、ね。埼玉の郷さん、お悔やみ申し上げますってなってるけど。はい。え？いや、これはもう本当にね、アランド・ケンナババさん、恐怖の滑り暴走ナイトって書いてある。うん。ミグレさんはもうね、合唱になってからね。これね、実はもう半年に1回しかやれないんですよ。うん、本人はいいかもしれないですけど、我々がね、耐えれないの？耐えれないんですよ。そう。我々が耐えれなくて。この、あれ、王子の軽快なトークについてこれないっていう。うん、ついてこれない、もう、ちょっと、ムカムカするんですね、今、ね。ああ、意味が違うのね。うん。ねえ。そうなの？ということで、また詳細決まりましたら。はい。うん、また皆、告知をさせていただきます。はい。葛飾の陳さんが住職って聞いてるから、合唱だからか。ああ。なるほど。あ、カープボーイさんがね、ゴールデンウィークとか信じられないニュースがありますもんね。東名高速120キロとかありえない。こっちは2キロ渋滞とかで相当渋滞してるって言って。うん。ああ、ゴールデンウィークの渋滞ね。うん、渋滞40キロとかね。120キロはないかもしれないけど。120キロ。聞いたことありましたね。え、あります？あ、なんか東北道であったんじゃないですか。本当にあったんだ。120キロ。あ、うん。そうなんだ。ありましたね。うわ、もう想像つかない。どうなるんだろう。はい。うん、はい。じゃあ、メールを。そうですね。はい、メールをですね。はい。はい、お願いします、ダンサーさん、ミソさん、摩擦抵抗ゼロ、エクセレント滑り王子、こんばんは、シュープリームです。ありがとうございます。ありがとうございます。先日、新しい一眼レフト、ズームフレンズを買ったのですが、我慢ということを知らない僕の、物欲を止めることができず、気になっていた望遠ズームをリフトの上からポチッとしてしまったことを報告するとともに反省の意を表します。はい、え、なんで？ん？なんで？いいじゃん。ね、リフトの上からこう、いい写真撮ってください。うん、日曜日に撮影した桜と花桃とトロッコ列車の画像を添えて送信いたします、うん、ということでございます、うん、ね、すごい綺麗だね、すごいいい写真なんですよね。ちょっと皆さん見えるかな、見えるかな、ちょっともうちょっとカメラに近づけて、こんな感じどう、あ、うん、すごいいい写真なんですよね、うん、はい、ね、シュープリームさんね、このいいね、一眼レフを持っていらっしゃるんで、王子と一緒にビーチへ行ってですね、ハイレグのお姉さんを一緒にちょっと。あのさ、マスモってハイレグが時代を感じるよね。あ、そう？でもそ、はい、ちょっとそういう、ね、ビキニのお姉さんをね、一緒に撮影したいなと思います。うん、はい、ということで、はい、ありがとうございます。エンディングです。うん、来週のテーマは記憶。怪我で記憶が飛んだ、ノートで記憶が蘇ったなどメッセージをお寄せください。この番組は高級木材のご用名は名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭、那覇首里中村製菓、自動車整備士を絶賛募集中名古屋トリプルエイト、陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海共和、アートワークウェブサイト FMJG、 ウェブサイト制作システム開発は名古屋電脳職人村、キャンパスレコードで絶賛発売中、福田康之フリージアの花、芋掘りイベントは八重瀬町ぐっちゃん芋生産組合、個人スポンサーさんです、真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたしました。はい、はい、今週もありがとうございました。ありがとうございます。おまけのコーナーがあります。そうだよ、ありますね。見てくださいね。はい。それでは、閉店。ガラガラ。ガラガラ。ガラガラ。